キノコとベーコンのホイル焼きホイル焼きは日本料理及び西洋料理の調理法。その名の通りアルミホイルで食材を包んで蒸し焼きにするものでありホイル蒸しと呼ばれることもある。主に魚介類または肉の調理に使われる技法である。日本料理の包書焼きやフランス料理のアンパピオートなど食材を紙に包んで蒸し焼きにする料理法は昔から存在した。この紙を アルミホイルで代用した調理法がホイル焼きである。紙に比べてアルミホイルは折り曲げて封がしやすく、不燃性などの利点がある。ホイル焼きにされる主な食材として、鮭、マス、タラなどの白身魚や、鶏肉などがある。また、しめじ、舞茸、えのきノキなどのキノコ類や、ジャガイモ、玉ねぎ、キャベツなどの野菜や山菜を魚などと一緒に包むことも多い。 食材を適当な大きさに切り、広げたアルミホイルの上へ乗せた後、塩、胡椒などの調味料をかけておく。味付けは、醤油、味噌、料理酒、バターなどが基本であり、好みによって配分は異なる。また、料理酒の代わりに白ワインが使われることもある。アルミホイルで食材をふんわりと包み込み、蒸気を逃がさないようにしっかりと合わせ目を閉じる。これを、 フライパンやオーブンなどで蒸し焼きにするが、電子レンジでの調理は危険なために避けるべきである。また、フライパンを使用する際には水を張ることもある。焼き上がりに要する時間は、食材や使用する調理器具によって異なるが、だいたい10分から15分程度であることが多い。焼き上がった後はアルミホイルで包んだままの状態で、皿に乗せ、熱いうちにポン酢などをかけて供する。 その際、レモンなどの柑橘類の輪切りを添えることも多い。アルミホイルに食材を乗せる際、注意するべき点は魚や肉をそのまま乗せないことである。これは魚や肉をアルミホイルと密着させてしまうと、焼いている最中にアルミホイルが破れやすくなるためである。これを回避するため、基本的には野菜類を先に敷いておき、その上に魚や肉を乗せることが望ましい。 ありがとうございます。